キチャンネル。ちょっ、こんにちは。ドラゴンズ通信簿ジャイアンツ。重複で西舘君引いたっていうね、阪神と重複するかと思ったら、なんと日本ハムと重複で西舘、日本ハムがね、ここ行くとも思わなかったし、そう全然思わなかったね、新庄さんこうやってやってたから、見なかったですよね。あれ当たったバージョン見たかったよね。見たかったですね。あのあとどうなるのかっていうね、安倍さんがこう、なかったって言ったら、これをどうしたのか、ね、どうしたのかね、見たかったよね、見たかったですね、正直ね、はい。あと次の抽選出てこなかったけどね、そう、うん、なんか社長かなんかが出てきて、で最後ね稲葉さんだったっていうね、はい、ところもあるけども、西田で引いてね、はい、これはしんどすけ大きかったね、自身の後輩、後輩だしね、だから去年から2年連続引いたね、最近連敗続きだったからジャイアンツね、去年原さんがね浅野君引いたからね、はい、ちょっと運気上がってきたね、抽選の、はい、でもその時ジャイアンツなんて言ってましたか。はい、補強ポイントはリリーフ投手だろうと。でもなんで今の戦力で B クラスなのかがよくわからないって話は、ね、してました。で補手が5人しかいないので1人は確実に取るのではないかという話でしたね、でまあね、佐藤は西田で、はい、高松は下村、まあ、青学よく見に行ってたっていうのが、ね、あったからね、で先生は常広っていうところで、はい、視聴者希望は細野君だったら1位、視聴者人気高いですね、細野君 ね、でカツオドラフトでは上田隆っていうね、はい、大正大の、まあ、くじ引きめっちゃ外したからね、カツオドラフトでね、そうですね、まあ、そういったところでね、本ちゃんではしっかり当てて、で、2位が森田君、投手、本田鈴鹿、はい、高校日本代表とアジア大会日本代表の経験もサウスポ、最速151キロ直球、ね、で3位が佐々木俊介外野手、はい、日立製作所、で4位が伊豆口君、 NTT 西日本から内野手、はい、24歳で5位がまたぎくん、日本生命から投手、24歳、全員社会人、はい、1位以外、高校は1人もいないです、これもあれだね、3年連続 B クラスは許されないと、はい、育成、そんなこと言ってる場合じゃないんやと、来年優勝するっすドラフトですですね。それがもう感じられますね、で、育成は、三浦くん、ま、村山、はい、宇都宮、田上、園田、千葉、平山選手っていうね、はい、まあ、こちらでは高卒ね、結構で育てようというね、取ってきてるなっていうね、はい、ところはあるけどもね、どうなんやこのドラフトっていうね、はい、ところで、でもこれはねちょっと理解できるところがあるんですよ、でまあね、このあの3位の佐々木俊介君、はい、外野手23歳、はい、年齢構成が30前後、やっぱ30前後がチームを作っていくじゃんね、はい、30前後の外野手がジャイアンツ総崩れっていう、現状29歳松原で31歳、重信、で34歳が、立岡、ね、で27歳がオコエ、その下の支配下でいうと24歳の岡田で萩尾、19歳ね、1年目の浅野ってなってくるわけ、でこの30前後の一番チームを支えていかないところに選手全くいないのよ、外野手、だから結局今も35歳の丸、36歳の梶谷、40歳の長野に頼らざるを得ないところ、そうですね、でも全然そこもね、やっぱ、そこをだんだん落ちてくるわけじゃん、はい、だそこを外野をなんとかしなきゃいけないというところで、なんとかできるメンツがいないのよ、人がいないからね、はい、まずこの松原重信立岡が今から急成長していきなりおいおいおいみたいな選手になるわけないじゃん、しかそれは仕方ない年齢構成上ね、はい、ってなったら現役ドラフトで来たオコエなのかね、岡田萩尾という若い世代なのかっていうところで、いないから取らざるを得ないよね、はい、だからこの佐々木、ね、選手社会人からっていうところでチーム構成上を補わざるを得ないのかなっていうね、ところはあるんだよね、はい、でこの、伊豆口選手ね、はい、こう内野手っていうところも、内野手も30前後でいうと、まあ、岡本が28歳なんだけど、29歳北村吉川で31歳に増田、そして若林、で35歳の中田、36歳の坂本っていうね、はい、ところがいて、それより若くなると24歳の増田陸で湯浅で、その下の菊田、門脇、で秋広中山、19歳の、北村とかね、相沢中田っていうところになってくる、支配下でいうとね、はい、いないじゃんそこもうね、ジャイアンツ30前後にほぼいないのよ、だからどれだけベテランに頼ったチーム構成なのかっていうところが、やっぱ2年連続 B クラスのところで、そこを若い選手だから、若いのはいるわけよね、
で若いのはいるからここをなんとか育て上げるとともに、まあ、来年ね坂本がサード、うん、ショートが門脇っていうところをね、はい、安倍監督も、言ってたけども、でまあ多分そしたらセカンドが吉川ぐらいになるのかなと、うん、でもそのもし門脇がダメだったらまだあのそこに中山とか行くしかないわけよ、はい、で坂本はもうショートに帰らないから、うん、こうなってくるとね、うん、でそしたらショートいないじゃん後釜が、はい、そこでこの伊豆口をしっかり取っといてバックアップにしていくんちゃうかっていう、うん、だからここら辺はねもうこの佐々木と伊豆口はね取らざるを得ない今の年齢構成上のチームの年齢構成だったらもう取らざるを得ない、はい、ここは、はい、こうしないともし何かあった時にチームがもう成り立たないから B クラスになっちゃう、はい、では西舘君はね取っていく、はい、だからもうひょっとしたら西舘君がリリーフに入ってくる可能性も十分あるよね、うん、多分森田君は先発だと思う、はい、だから左がいねえからね、うんうん、だからピッチャーで言うとだから俺は菅野が思い切ってリリーフ入った方がいいんちゃうかと思う、あリリーフですか、何気に、うん、もう思い切って、うんうん、で、まあ、戸郷でしょ、はい、今で言うと、うん、で山崎伊織、はいね、で赤星も、うん出てね、良くなってきて、はい、でもそこからグリフィン、うん、あメンデス、うん、ここの左がここの2枚に頼ってるから、うんうん、そうなってくるとあの左のこの森田君と、はい、マタギ君、うん、ここは先発投手なのかなっていうね、うん、左がこの30前後いないのよ、はい、こう先発ローテで、うん、全部今村中川、高梨全部リリーフじゃん、うんね、でその次くんのが27歳の高橋優希、うん、でその後大江で山田横川井上、うん、石田白木ってなって、うんまあ、若手でどうにかしていかなきゃいけないんだけど若手が伸びてこない特に左っていうね、うんはい、で先発いないっていうところでマタギ君森田君は先発で、まあ、西舘君はひょっとしたらリリーフかなそうですか、うんうん、っていうところもあるんじゃないかなっていうね、はい、構成上ねあとは菅野がどうするか問題があるんだけどね、はい、だって普通に考えたらだってね戸郷、うん、山崎より赤星、はい、そこで菅野が入ってきた菅野、うんね、あグリフィン、グリフィンね、でメンデス、うん、でここにねもし森田とか入ってきたら、はい、先発足りるようになってくるからそしたら西舘ひょっとしたらリリーフもあるかも分かんないよね、まあ、先発でやってほしい気持ちもありますけどね、うん、ちょっと構成上ね、まあ、どうなるか分かんない、うん、だから菅野が後ろ行くと前とか来れるからね、はいまあ、そこら辺どうなるか分かんないけども、まあ、そうせざるを得ないよね、うん、そのピッチャーと野手の年齢構成上ね、はい、でまあ育成でねまあ、10代の選手を取って、うんまあ、なんとか育っていこうっていうところはあるけども、はいまあ、5人で抑えてね、うん、っていう中では、うんまあ、さすがに3年連続 B クラス優勝だから、ね、史上初だもんね3年連続 B クラスになったら、うん、そしたらもう今のチームをどう しなきゃいけないってなったら育ってる場合じゃないから、うんはい、こういう年齢構成高くなるんちゃうかってだって森田君26歳だから、はい、今年27歳の年だからね、うん、2月生まれだからオールドルーキーですね、うん、だから来年28歳になるわけだからもう1年目からやってくれなきゃ困るわけでしょ、うんはい、で佐々木君が今年24歳だから、うん、もう来年25歳になるでしょ、はい、1年目がで伊豆口君がもう来年25歳、はい、で又木君が来年26歳の年だから、まあ、早生まれだからね結構みんなオールドですねそうもうだから全員が一軍の戦力になっていかないと、はいうん、もう5年後にはいない可能性あるからそうですね、うん、だ即戦力オールドルーキーほど活躍しなかったら切られるのも早いです、ね、早い、うんうん、でもその年齢そこの年齢構成に向かう選手たちが薄いから、はいまあ、これだからもう来年どうにかしたいドラフトだね、うん、だもう来年みんな活躍しててほしいですねの可能性もあるし、うんはいね、だからそこだねだって今年のドラフトだって一時期全員一軍いたからねはいね、船場さんも浅間も門脇も、はいね、全員一軍いたっていうところ浅野君もね打ちましたしね、うん、でもそこが全員残らなきゃいけないからね、はい、ドラフトに指名した高卒も含めた全員が同時期に一軍にいるってことは、うん、どれだけ既存の選手が薄いのかっていう話になるから、そうですね、だから結局レギュラークラスとそれに向かう選手たちの層がやっぱ離れすぎてるでもここら辺の人たちはもう年齢層高すぎるよっていうところになってくると、うん、もう3年ぐらいで、はいドーンになったらもうダーン落ちるからね、うん、チームとして、はい、だからこれはね一歩間違ったら危機的状況だねおジャイアンツは、うん、正直、はい、その FA とか外国人で補強しない限り、うんはい、だからこんな偏った、うんね、アクロバティックなドラフトになってると思うんだよ、はい、だからこの選手たちにかかるのは大きいねジャイアンツの順位に、うんまあ、逆に言うとこの新人たちに背負わさなきゃいけないぐらいチーム構成として育ってきてない、うんうん、30代前後の油に乗り切ったところの主力がいない、はい、っていうところのチーム運営がうまくいってないっていうところにもなってくるから
ね、うん、これはどうなるのかちょっと注目どころだね。来季のその活躍が楽しみです。もうこの人たちがやんないとやっぱ上に行く要素っていうのがね、うん、そうだから意図はもう明確ないよ、うん、やっぱその外野もいない、うん、内野もね、うん、バックアップいない、うん、っていうところで足りないところを補えてるから、うん、正直ドラフト構成上は俺はめっちゃ良かったと思う、はい、でも5年後えみたいなドラフトになってる可能性もあるから、うん、まあどうなるかはね勝負だなっていうところはありますけども、はい、ではということで巨人のドラフト評価はこちらです。 A おお、お詫びみたいな、お詫び、いや5年後ね、はい、こう A から S になる可能性もあるし、うん、A から B に行く危険性も秘めてるドラフトなのよ、はい、年齢層が高いから、はい、でも意図は明確だったから、うんうん、で来年に向けてっていうところはあるし、今のチームが足りないところをしっかり補強できてるから、うん、意図は分かるね、はい、さっきも言ったように年齢構成上いないから取るしかない、バックアップを含めていないから取るしかないっていうところと意図は明確だから、西田君もね取れましたしね、そうそうそう、うん、だから正直めちゃくちゃ分かりやすいし意図も分かるし、うん、ちゃんとしっかりしてるから A だと思うけど、うん、はい、年齢構成高いんで、うん、この選手たちが期待通りの活躍をしてくれなかった場合はもうかなりちょっと未来に向けてやばいジャイアンツになるけども、はい、まあ、そこら辺はね注目して、まあ、頑張ってもらいたいしね、うん、まあ、やっぱジャイアンツがねガンガン上に行ってね、うん、どうなるかっていうところはね、さすがに3年連続ね、はい、B クラスはダメだしね、うん、まあ、そういったところではどういう風になるかね来年も見ていきたいと思います、はい、まあ、ということでねジャイアンツファンの皆さんコメント欄お待ちしてます、はい。